ヨニーエルナンデスベガは、コロンビアメデリン出身のオートバイレーサー。2021年より、ロードレース世界選手権、元へクラスに参戦中。2002年、13歳の時より、モトクロスレースを始め、翌2003年には、コロンビア国内選手権 85cc クラスで、チャンピオンを獲得する。2005年には、同選手権の 125cc クラスチャンピオンとなった。 2007年にはスーパーモタードの国内選手権を制すると2008年にはスペインに渡りスペインスーパーモタード選手権に参戦前線で表彰台に立ち2勝を挙げてシリーズランキング3位を記録した2009年にはロードレースに転向しスペインロードレース選手権のスーパースポーツクラスに鈴木 GSX-R600 を買って参戦 初戦はアルバセテでの2位を皮切りに4度表彰台に立ち、シリーズ4位に入った。2010年は、ラウール・ロメロ率いるブルセンス STX チームより、ロードレース世界選手権で新たに始まった、元にクラスにデビューを果たした。コロンビア人ライダーの GP 参戦は、2005年から2006年に、かけて 250cc クラスに参戦した、マルティン・カルデナス以来、史上2人目となった。 モタード仕込みの豪快なスライド走行を見せたエルナンデスは第2戦スペイン GP と第8戦ドイツ GP でシーズン自己ベストの10位を記録グランプリ初参戦のライダーの中では最上位となるシリーズ21位に入った2011年もチームに残留し元にクラス2年目のシーズンを迎える また同年には弟のサンティアゴエルナンデスもサグチームから元に振る参戦デビューを果たす。2021年より元へクラスに出場している。ありがとうございます。